ジャンカルロ・ジャンニーには、イタリア出身の俳優である。リグリア州のラスペツヤで生まれ、ナポリで育った。ローマの国立演劇アカデミーで演技を学び、舞台俳優として、キャリアをスタートさせた。1973年に、愛とアナーキーの映画で、カンヌ国際映画祭団優賞を受賞し、1974年に、流されて、に、主演、1977年には、 セブンビューティーズでアカデミー主演団優勝にノミネートされるなど一連のリナウェルト・トミューラー監督作品で世界的に知られるようになった。1960年代後半からアメリカ資本の作品にも出演していたが、1980年代からアメリカ映画への出演が増加、1989年公開のニューヨークストーリー、1995年公開の 雲の中で散歩。1997年公開のミミックなどに出演。特に2001年に出演したハンニバルのパッチ刑事役は彼の存在を強烈に印象づけた。テレビと映画を合わせた出演作品は100本を超える。2014年9月、初の辞典、そのアンコーラウン・バンビーのお上司。携わってきた作品や監督、共演者についてのエピソードのほか、故郷、 リグーリアへの愛や自身の老い立ちと家族、溶接した長男への思い、料理と発明への情熱などを綴っている。イタリアでは外国語映画をイタリア語に吹き替えて上映することが多いため、アルパチーのジャック・ニコルソンらの吹き替えで非常によく知られているほか、フランコ・ゼ・フィレッリ監督のロミオとジュリエットのレナード・ホワイティング、バレリオ・ズルリーニ監督、 タタール人の砂漠のジャック・ペランの吹き替えが有名である。マタルキーのビスコンティ監督、ルートビヒのヘルムートバーガーの声も彼の吹き替えによるものである。1987年には脚本も手掛けた主演作ターノセコで監督デビューをした。2010年にはアイルック・ドイン・アウィッチ・アリーズで23年ぶりに監督と主演を務めている。次男のアドリアジャンニーにも俳優になり、 流されてのリメイク、スウェプトアウェイで父親の演じた役を演じた。18歳で演劇の道に進むまで電子工学を学んでおり、趣味はそれを活かした発明。流されて、当のウェルトミューラー監督作で共演し、2013年に死去した女優マリアンジェラ・メラートとは兄弟のような仲だったと述べている。ありがとうございます。